これがまあじゃあどういう使い分けなのって話やけど、そうやね、あったかくなるタイミング、うん、冷えたタイミング、ボトムにベッタリいる、うん、さあどっち使い分けますか。大西さん、チュース。あ持ってきてたの。持ってきてる。なんで今日だってあるやろ、ルシシバイの大会をね、みんなしてくれたってことで、そう、ありがとうございました、はい、めっちゃ綺麗なみんなすごい釣ってたよねこの地でね、はい、みんな使ってもらってるんで、はい、今回来させてもらったけど、うん、でまあ最後一段落して終わったんで、そう、せっかく釣りしようってことで、釣りするは言うてん、ごめんな、そのやる気をなんか無駄にしてしまった。またかじゃあやん、今日は何なの、今何投げてんのよ。エヴァのバンクシャット。実は知っててん、シャット投げてんの。なんシャットさ、琵琶湖でもほら結構釣れたりするやん。釣れる、この時期ってさ釣れる、ね、スーパースレッチです、ね、スーパースレッチ、うん、のウルトラスレッチかな。そう、あれのパターンってさ、今年もやっぱ聞いてるやん、聞く、釣れるね。そうやろ、うん、シャットってそもそもなんやねんとか、うん、なんかシャットに似たやつとかあるやん。シャットに似たやつあれか、あのミノーとかジャックベイとか。そう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 、それ、うんうんうん、それのちょっと使い分けとか教えてほしいね。え、今どうぞお座りくださいませ。はい、座りますどうぞどうぞお座りください、はい、え、椅子ないやん今日はごめんない、うん、今日ないな。この時期からね、はい、特に強くなるのが、うん、まあ、あのシャットって言われてる、うん、ジャンルルアーですね、はい、一つくくりで言うとミノなんですよね。ミノという、ジャンルのルアー、ジャンルのルアーがある。そう、要は細身のこういう形したルアー、はい、こういう細身のね形をした、うん、こういうのは大体、まあ、ミノーっていうんですね。でこの中でも、うん、ジャークベイト、まあ、ジャークっていうのは、うん、2回こう竿をパシッパシッとアクションを走って、うん、ピシッピシッってこういう動き、うんうんうん、これがジャークっていうんやけど、はい、まあ、それに特化したルアーっていうのがジャークベイト、ジャークベイト、はい、と言われます、うん、はい、でシャットっていうのは、うん、そこにプラス巻き、うんうん、巻きの要素が入る。巻きの要素が入る、うん、要はぐるぐるぐるって巻いて、もうボトムこつきながら巻いてくるとかね、うんうんうん、クランクみたいなイメージ、はあ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 、例えばこれはね、スピンムーブシャット、シャット、はい、っていう、これルアーやけど、うん、これバグのルアーやけど、はい、これは要はクランキングみたいにこうポコ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 と巻いてくる、うん、みたいな使い方、うーん、まあ、であとはトゥイッチって、はい、まあ、ジャークがパシッパシッってするとしたら、うん、トゥイッチっていうのはトントンぐらいの感じ、はい、ちょっとこう弱め、弱めの、まあ、これをまあトゥイッチっていうけど、弱めのアクションをトゥイッチ、そう、そこに特化したルアーですね。なるほど、シャットっていうのは、うんうんうん、なんで、まあ、明確に、うん、ジャークベイトとシャットってこうカッて分かれてるわけじゃない、うんうん、なんかこう似たような中に、要は特化した動き、どっちかというとジャーク寄りやなとか、ジャークや、どっちかというとこう巻き寄りやなっていうような形によるんですよ。そうなんや。そうなんで、さっき見せたこれね、はい、うん、これはフェイス87っていうんだけどね、フェイス87ね、まあ、はい、フェイスっていうのはこれはジャークベイト、ジャークに特化した、うん、要はちょっと長さがあって、うん、ここはちょっとフラットになってるんですよね、側面が、はい、で要は水をキュッキュッとこう逃がして、うん、こうフラットになってる分、こういうキレのあるこういう動きが出るよね、はい、ジャッジャッ、うんうん、でジャッジャッがジャークですね。なるほど、フェイス87、はいはい、でさっき見せたこれスピンムーブシャット、はい、これはどっちかというと側面がちょっと丸っこい、ね、うん、あ、ほんまやね、丸っこいね、丸っこいでしょ、はいはい、そうだからどっちかというとこう、うん、クランクベイトとかのイメージ、うん、こうブリ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 っと巻いてきて、うん、にこうコン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 とこう巻いてくる、はい、こう岩とかあったらコンってこう開くったり、はい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 、クランクベイトとじゃあ一緒やんか、うん、そうだけど、ね、うん、クランクよりも、うん、見た目がちっちゃい、もう、まあ、見た目ちっちゃいでしょ、うん、ちっちゃいし早く巻いてもトリプルプルって動いてくれる、うん、だから、早い巻きも、うん、要はスピニングとかベイトでもそうないけど、もう手返しくブルルルって巻いてきて、はいはいはい、音もブルルルって当ててって、はあはあはあ、みたいな使い方をするとクランクよりも、うん、早いリアクション、目の前に通るのがパッと早い、はいはいはい、っていうので、リアクションを誘えるから、この冬場のこの時期とか低活性の時に目の前をスパッて通すから、うん、パッて食っちゃうみたいな、ああ、リアクションってことやね。そうで、うん、リアクションの巻きができるのがシャットの強いところですよ。おお、そういうことなんや。クランクだとどうしてもそれが大きくなるから、はいはい、こうどうしてもブル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 ってに対してシャットやったらピッて通る、うん、ピッパッみたいな、あで食っちゃうのが低活性時に強いよっていうのは、そういうのも、うん、そうなんや、なるほどね。で魔法のように釣れる2年前やったやつね、出た、はいはい、これスレッチ、
当時使ってたのはそれや、これ、うん、まあ、これはねもうずっと昔からあるルアーねんけど、うん、そうやね、うん、マジでずっと釣れる。そうやね、だから今年もそれで釣らせてもらってたのよ。そうこれね。そうでこれは、うん、シャットやねんけど、うん、これ見てください、丸いでしょ。丸い、はい、丸いでしょ、結構ね。ああなるほど。そうで、はい、丸いねんけど、うん、これダート幅がすごいの、プシュ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 ってこう動くよね、うん、で巻きもプリ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 って動く、うんうんうん、でこれ両方できるの、これ。おお、両方できるんや。両方できる、はいはいはい、でも僕は結構これを邪悪でペッペッってやって食わして、はい、この小ぶりなサイズなのに、うん、しっかりとしたダート幅を出せて、うん、明確なキラ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 っていう動きが出るんよね、うん、はいはいはい、でそれやから結構これは釣れるよって言ってるんですけど、なるほど、特に低活性時にリアクションの良さが強い、うん、はい、っていうので僕はよく使うんやけど、うん、もう釣れるね、これ。なるほどね、へえ、リアクション要素ね。そう、うん、まあ、この辺とかもあるんだけど、うん、これグランサーチャー、グランサーチャーって何か出てきてるんだよ、確かに、うん、これも一応シャットのジャンルかな、うん、だけどこれはどっちかというとさらにクランキングに結構特化した、うん、こうグル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 ってこうボトムに当てながらババババって巻いてる、ね、ああはい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 、めっちゃあるな。だからどっちかというとこう、うん、巻きに特化したシャット、はい、こっちは邪悪に特化したシャット、はい、でこれはジャークベイト、はい、パッと見た感じ似てんねんけど、うん、まあ、それぞれ要は特化したものがある、ダートに特化したもの、うん、それから薪に特化したもの、はい、さらにまっすぐ泳いでくるやつ、なるほどね、そうそう、なんかこうボトムに当てた時にボトムから離れないように、うん、こつきながらいけるとか、うんうん、なんかそういういろんなそのジャンルがあるんですね、結構このね明確に分けるのって難しいんだけど、うんうん、どっちにしても、うん、低活性時に強いルアーとして、はあはあ、まあ、シャットとかジャークベトっていうのはあげる、うん、それはリアクション要素が強いからってことね。そう、さっき言ったように、目の前をパッて通すこともできるし、うん、ジャークやったら、うん、その短い距離でしっかりダートさせることによって、はいはい、明滅ね、パッ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 てするから、はい、要は活性低い時に、うん、なんかキラッ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 ていくと、うん、あ、なんかいけるかもと思ってそうだ、そういけるかもって思うの。そうそう、あの要は泳いできひん、あ、短い距離でこう動いてくる。なるほどなるほど、そこをスルスルスルと通っていったらもう諦める、通っていくだけだとそう諦めちゃう、うん、泳いじゃうけど、もう僕には無理だと。そう、なんかあの感覚で、うん、あのずっと動いてくれてるっていけるかな、うん、あ、いけるかもみたいな。で近寄ってって、うん、バンっていく。ああ、そういうことね。そうそう、でいきなりはカバー際とかで例えばそれをやると、うん、下からバンって出てきたりとかね。ああ、なるほどなるほど。そうするのが結構多いから、うん、まあ、活性低いっていうか今からこう寒くなってくると、はいはいはい、やっぱりその追っかけてって食うというよりは、うん、どっちかというと目の前通ったもんとか、うん、もう近距離でしっかり動いてくれるもんに対して反応しだすんで、はい、まあ、だからこう秋の終わりからこう冬にかけてっていうのは強くなる、うん、ジャンルのルアーです。わかりました、はい、でもこのさ、この種類いっぱいある中でさ、うん、使い分けてどうしたらいいかなって感じよね。どういう時にどう使うの。ね、うん、例えばストラクチャーで岩とか硬いものとかをこう巻いてくる時とかはガンガンあった方がいいよね、うん、はいはい、なんで、巻き寄りのシャットを使う。巻き寄りのシャット、これやったらこっちですね、こっちね、うん、はい、ボトムをこうこついていく時は、はい、はい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 、そうで、例えば、うん、カバー際、カバー際こういう船がある、船がある、はい、船あるね、ここね、はい、船があったり、うん、積んでるクイガーとか、はい、うん、こうなってきたら巻きで通して食わないで、それに対してどこに魚がいるか分かんない、うん、ってなった時にこの近辺をジャークでパッ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 ってやると、うん、ここの魚が出てきやすいから、うん、おー、なるほど、引っ張ってくる。で使われたジャーク、ジャークといえばこっちですね、こっちですな、うん、はいはい、なんで、なるほど、そう、魚からこう近寄らしたいのか、うんうん、魚がいるところに対して当てに行くのか。あー、なるほどな、そういうことね、そこで分かれるか。あー、なるほど。なんで正直、うん、このストラクチャーは巻き、このストラクチャーはジャークっていうのに分けるんじゃなくて、うん、魚に対してどうしたいのかっていうところが大事かな、はあ、なるほどね、うん、それを最初に言ってくれたら分かりやすいなぜ後半に持ってくる喋りながら考えた正直でよろしい、いきなり言うからね、正直、そうだから活性とかにもよるかな、そっかそっか、だからこれから冬場やとかだったら、はいはいはい、あったかくなるタイミング、うん、これは浮きます、はい、なかなか動きやすい、はい、浮く、うん、ただ冷えたタイミング、冷えたタイミング浮かない、はい、浮かない、ボトムにべったりいる、うん、さあどっち使い分けますか。うわ、どうしようかな、ルーシーかな。あー、
最強ごめん企画だ俺浮いてる時やろ、うん、浮いてる時はやっぱこっちじゃない、こっちね、こっちやね、要は魚が浮き、うん、動きやすいから、はい、引っ張ってこれやすいから、はいはいはい、移動距離が少ないままやったらいけるかなっていう時に、うん、ジャッジャッパッって食わせるために使う時ってのはそういう時ですね。なるほど、うん、逆にキーンと冷えた、はい、寒いこれ動いてへんな、はい、絶対物にベタって寄っとる、はい、ってなったら、うん、どっちやる？あールーシー最強やないやそれはだから相反するこっちやんか、そう、当てに行くっていうね、ただ、うん、まあ、当てに行くってなるけど、はい、例えばその日でもちょっとだけ暖かくなるタイミングとか絶対あるから、うん、そういう時はジャークでやった時も、そうかそうかそうか、なるほど、そうそうそう、ただ、うん、絶対じゃないよ、絶対じゃない、うん、その寒いキンって減った時にジャークで食う時ももちろんあるし、移動距離が少なくて、はいはい、例えば水深浅いってことだったら、はいはい、食っちゃうから、うんうん、そうかそうか、そう、絶対ではないけど、まあ、うん、そういう風に考えてもらうと分かりやすいかな。なるほど、冬とかで、うん、朝一行きました、うん、結構ちょっと寒いです、うんってなったら、うん、まあ、こっちやってみるのもありかなと。そう、最初物に対してパンって当てにいくっていう、はい、だから おる魚がパンって食っちゃうかもしれない。なるほど、あとはもう天気見ながら、うん、その日の中でも変えてもらうと。なるほどね、うん、回りました。はい、もう今日はあのお礼の印にプレゼントを持ってきたいと思います。マジで、はい、はい冬といえば何、うん、これやんか、スレッチでしょ、スレッチで、ね、シャットジャックベイトね、ジャックベイトでしょ、うん、冬といえばこたつみかんやんか、うん、じゃあ、うん、いただきますもらうんかい